ピッピッピッピー梅雨明け宣言梅雨明け宣言東北地方が梅雨明けしたことを宣言いたします庄内らしい山形らしい張り子を目指す張りコマヤがお送りする「張りコマラジオ」東北も梅雨明け宣言今年はどんな夏になるでしょうか 暑い暑いホットなイメージが夏にはありますがそんな暑い夏に私は野外炊飯したくなるんですよね皆さんも火を見たくなることありませんか今空前のキャンプブームアニメスーパーカブにゆるキャンそしてお笑い芸人のヒロシにバイキングの西村キャンプ場うちら二人は湯沢町にある自然の家のキャンプスタッフをしていたこともあるので 夏と野外炊飯が直結しているっていうところもありますね。調理経験ほぼゼロの小学生とワイワイご飯を炊いたり、玉ねぎに涙しながらカレーを作ったり、どの飯が美味しくできたか食べ比べしたり、炊飯に失敗した飯にご飯を分けてあげたりしたこともありますね。楽しい思い出ですよね。北ガス山荘で福島の子供たちと自然満喫キャンプもしましたね。 川遊びして岩菜を炭火で焼いて食べるとか。でも、キャンプに行く時間がないわ。今、お出かけは自粛してるんですの。そんなあなたに、DX ではなくて、七輪をおすすめします。うちの七輪は、珪藻土を粘土状にした、いわゆる練り物七輪で、2012年から10年ぐらい使っています。2000円ぐらいだったらな、もう何十回も使ってるので、とっくに元は取れてるはずです。 バーベキューコンロは大きいですし案外錆びたり劣化しやすいんですよねだから七輪の方がですね安上がりかもしれませんよ次に七輪を買うとしたら天然珪藻土切り出しの七輪を買おうかなと思いますね珪藻土の塊を職人さんが削って作る七輪高そうに見えますが、まあ、5000円ぐらいからあるようです 七輪で使う燃料はうちはですね豆炭を使ってます着火豆炭も買って上手にやっていますバーベキューも七輪も着火が鬼門です素直につく時もあれば20分とか悪戦苦闘することもありますまあお楽しみは着火の後なので使えるものは使って着火自体で悩みすぎないようにしたいですねお肉や魚の干物を焼いてもいいですし えー、流行りのメースティーンや土鍋でご飯を炊くのもいいですねカニ穴開いた炊きたてご飯をこれまたサッと炙った海苔で食べるなんて最高ですよで結構干物も高いのでソーセージやベーコンを焼くだけでもアウトドア気分夏休み気分を味わえます七輪があるだけで自宅駐車場やベランダがキャンプ場リゾート地になりますまあ うちは張子屋なので張り子の型を焼く時に七輪を使ってるんです規模は小さいですけども陶芸の釜気分は陶芸家です人向き合って真剣勝負の張り子マヤそんな張り子マヤの張り子夏の張り子といえばした抜き田を抜きし遂げるの験担ぎです高校野球オリンピックにぴったりですよね来年の干支の虎を含め お問い合わせお待ちしております。今日は七輪についてお話ししました。以上、はりこまやひろ広きでした。